林先生の今でしょの林先生の逆腹筋って見ましたか？見たかったです。逆腹筋の見てないです。通常の腹筋ってこういう腹筋あるんですけど、その逆腹筋してこうウエストを引き締めるみたいなのがテレビで結構話題になってたんですけど、いいトレーニングなんですけど、やっぱリスクが一つあって、反ることを意識しすぎると痛めちゃうんですね。なのでウエストを引き締める前に腰を痛めてしまうのでリスクがあるので、でも意識のポイントを変えると、まあいいトレーニングではあるので今日ちょっとご紹介しようかと思うんですけど、まずやり方としては、足を肩幅にしてもらって、まあ、反るんですけど、反ることをですねゴールにしないことなんですね。足の指はですね、このように浮かせるんですね。足の指、そうです。これポイントは重心なんです。実は重心、先ほども言った通り反ることを目的ではなくて、ちょっと重心を後ろにするんですけど、この時にお腹へこませておくんですね。手を頭に当ててお腹へこませたままぐーっとして戻します。そうです。で一度下ろしてください。そうですね。で皆さん今できてるんですけど、足ですね、肩幅も腰幅でいいんですけど、この時に、内股には絶対ならないように。内股になると腰って反りやすいんですよ。実は体で連動性っていうのがあって、内股の方が反り腰って起きてしまうんですね。若干つま先を外側に向けるですね。こんな感じですね。向けます。こうではなくて外側に広げて上に上げる。指を全て浮かせる。でこの時に足の指のここ、ここがありますね、指の下のあたり、ここで床を押す感じで、もう押しただけでどうです、お腹に力入るの分かります？これが大切で、押すとお腹に意識が入ると思うんですけど、それだけを忘れなければ腰痛リスクって軽減できるんですね。これがもう後ろに行き過ぎてしまって、ここがもう抜けた状態で反ることだけ考えるとですね、腹筋もにも力が入らないし、ただここに負担がかかるだけの、危ないエクササイズに変わっちゃうんですね。なので今みたいに足の指のここの押す力はずっと残しておく。で押せば押すほどやってもらうと分かるんですけど、お腹に力入りますね。ずっと足のこの指の下の足の裏とお腹をずっと意識し続けながら後ろの方にやっていくんですね。いきます。手を頭に当てて、でお腹分かりやすいようにへこませてみます。お腹へこませたままにしておきますね。手を頭にしていきます。でちゃんと押してますかね。で後ろの方にぐーっと、この時抜けないで1、2、3、4、5、はい、戻します。もう一回いきますよ、いきます、せーの、1、2、3、4、5、 OK です。せーの、1、2、3、4、5、 OK です。今3回やりましたけど、最初は慣れるまで2、3回だけで1回練習しておいた方がいいと思いますね。これでお腹に力入れるのが得意になってきます。まずこれって今やっていただいて、指を浮かせるとちょっとバランス保つの難しいですね。でもこのバランスの保ち方だったり重心調整がうまくいくと腹筋が働きやすくなってくるんですね。なのでそういう風にどん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 足の指とお腹とつなげる作業をして、初めて回数を増やしていくんですね。いきなりこの動作だけでやってしまうと腰痛めます。偶然なんかうまく体が機能してウエストが引き締まるパターンもあるんですけど、でもやっぱりリスクが高いんですね。でも悪いトレーニングではないと思います。重心をちゃんと調整したらお腹にも効いてきますし、あとはこう後ろにすることによってバランス取れるので、コアってお腹の中がインナーマッスルが働くんですね。腹横筋と呼ばれるコルセット筋も働きますし、この腹筋群全部がちゃんとバランスを保つときに、重心を保つときに働くので、いいトレーニングではあります。ただ一つは腰を反るっていうその動作だけを目的にしないことなんですね。反らせるというよりもちょっとこう重心を後ろにしながらも力入れておくというようなトレーニングですね。もう一回やっていきますね。足を腰幅にしていただいて、指を浮かせた状態で手を頭にしていただいてですね、思いっきり反らなくても大丈夫です。いきます。お腹ぐっとへこませて5秒間です。
せーの、1、2、3、4、5、戻して、せーの、1、2、3、4、5、足の裏を意識して、せーの、1、2、3、4、5、はい、 OK です。こんな感じどうです？ちょっとこうだん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 腹筋に効くようになってくるんですけど、でこれが少しずつ慣れれば慣れるほど腹筋に効いてきます。効かないからってこれを10回とか20回するってことではないんですね。筋肉を出力させるって言って、筋肉をちゃんと力を発揮できるようになって初めてこのトレーニング回数増やした方がいいんですね。なのでまずは形を覚えて、ちゃんと筋肉に力が入ったりとか効いてるなって感じが 2,3 回で覚えて、初めて回数増やしてみてください。反ることを目的にするのではなくて、この辺とここを意識しながら、逆腹筋というのをするとですね、すごく効果的だと思うので、でもそれでもちょっとやっぱり腰反るのがきついなって今やって感じた方はですね、やらない方がいいんですけど、でも意識を少し守っていくと、いいトレーニングではありますね。こちらを覚えておいてください。はい、改めましてアヘアホ体操の下野正弘です。このチャンネルではアヘアホ体操が12年間培ったノウハウを惜しみなく発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。アヘアホ体操楽しいですよ、ワクワクしますよ。あーへーあーほーあー